はい、どうも、こんにちは。今回また逆転裁判1、2、3、なるほどセレクションから逆転裁判1をね、やっていこうかなと思います。前回は、とりあえず、なんか、署長室に、署長室じゃないな、警察局長室に入って、まあ、そこでそこあさったわけよ。なんか、やましいもんないかっつって。で、その結果、まあ、一番出てきたのはこれかな、証拠品リスト。そう、こう、みつるぎがさ、おそらくこれの、まあ、これ半分しかないって書いてるんだけど、これ残り半分を満剣が持ってんのよ。で、その満剣、その がもう半分の方、だから、きっとやましい情報がある方が、この局長室にあったということと、この裏側になんかこう、まあ、あからさまね、あの事件を彷彿とさせるような絵があったっていうところで、怪しいなっていう。で、とりあえず多分ここで結論いくのかな、ここから。やっていこうか。さっき金庫で見つけた証拠品に決まってるじゃないですか。ははははははは。もちろんこの布切れっすね。ジョークっすよ、ジョーク。決まってるっす。ごめん。突然そうなるとわかんねえわ。変なとこで切ったな。それじゃあお願いしますね、なるほどさん。あ、指紋、あ、そっか、指紋探そうみたいに言ってたな。粉を振りかけて指紋に吸着させて、ふーって吹くんですよ。お母さんみたいに言われてしまった。よし、やってみよう。はい。あ、すいません、検出しかなかったんだけど、どういうことこれ。あれ、検出しかなかったんだけど。突きつける。検出しかなかったんだけど、どうやってやればいいの。 ああ、丸ボタンじゃないわ、三角か。これがここか。これが前回のこの、あ、いやいや、これね、これを前回やったんだよ。え、これ何？この粉を振りかけて、粉ってどうやって振りかけるの？忘れちゃったんだけど。はい、やめてください。ちょっと待って。めっちゃ下ってる。え、粉ってどうやって振りかけんの？え、忘れちゃったんだけど、普通に。久々すぎてさ。ちょっと待って。あー、なんかあるわ。こう、指のとこ光るとかあるわ。あ、ここのやつを検出しようってことね。はいはい、言ってよ、それ、ちょっと、まずは。おじさんわかんないから。おじさん、おじさんではねえけど。ちょ、わかんないからさ、そういうの、来られても、怪しいところをタップしてみよう、タッチしてみようみたいなことさ、やっぱ言ってよ、やっぱり、ちょっとね、やっぱ、ゆとりなんで。お、いいね。お、一発出たね。うん、一応検出してみたけど、これじゃさすがに照合のデータになりませんね。でも、この指紋、これ以上綺麗に検出するのは無理みたいだよ。じゃあ、気分を変えて、他の指を調べてみましょうか。で、これであれか、親指か。うおー。あ、これ、長押し無理なんだ。オッケーオッケーオッケー。実際やってみたいっていうのもあれだけど、ねえ、なんかやってみたいよね。こう、指紋検出みたいな。どう出るんだろうね。まあ、こんなゲームみたいにさ、はっきりは出ないと思うんだよ。多分、そこまではね。ふっと。あ、これはいいんじゃない？一応検出してみたけど、そうだね、まだ。他にまだあったっけ？嘘。あ、ほんと全部あるわ。なるほどね。これ運ゲーじゃん。完全、でも俺、運ゲーかな？これ一発でいけんのかな？めっちゃ運ゲーみたいになってるわ、今んとこ。怖い。あ、これはいったっしょ。ちょっとこれはいってるわ。あれ？これダメ？ここ？え、これ、ダメ？十分じゃない？よし。これはいったな。いや、ガントさんじゃないな。お姉ちゃんじゃないの？これ、お姉ちゃん。あ、違うな。違うな。誰？誰だ？このあれだよな。丸の中に2つあるの、あれ。おいおい。あかね、てめえ。言えよ、あかねえ。
記憶がないのか、あかね、お前。あかね、これはどういうことだ。なぜここにあかねちゃんの指紋が。あ、一致したんですか。ねえねえ、誰のでした。いや、そのどうも指紋が古いみたいだ。今一つはっきりしないんだよ。それははっきり言った方がいいって。ぶっちゃけあかねちゃんこれ記憶にないって言って、そっから発展するかもしれないんだからさ、言った方がいいよ。うん、残念だな。青影の指紋だと思ったのに。ちょっとあんた、こっちへ来るっす。なぜ局長の金庫にあの子の指紋が入ってるっす。僕に聞かないでくださいよ。とにかく今は彼女には秘密にしておきます。やっぱりこいつはあんたに渡した方が良さそうっすね。でも言っても、まあ傷ついちゃうからかな。どうっすか、役に立ててるっすか自分。もちろんですよ。ケイツさんの ID カードのおかげで重要な証拠が手に入りました。ひどいなそれ。つまり ID カードがなければ何の価値もない、そういうことでしょ。そのコードの人、キャワー監督局長、戻ってくるとは思いませんでした。ほら、嫌な予感ってさ、当たるでしょ。さっき歩いてたらさ、セコム入ってるって絶対。よそ見しながら入って走ってきて、電柱に激突した野良犬を見たわけ。その瞬間、ある男の顔がさ、ピンと浮かんだのよ。それ自分のことっすか。あ、とにかく出て行ってくれるみんな。はい、すいませんでした。あ、コートの君さ。あ、自分っすか。ID は置いてってよ。もういらないでしょ、君。え？消えなよ、早く。怖っ。このパターンが一番怖いからね。普段優しくて急に見せる目、これ怖いよな。一番怖いわ。あ、じゃあ僕たちもこれで。ああ、ちょっと待って。君残ってくれるかな？そっちの頭の尖ってない方の彼女。え、あ、私ですか。話があるんだよね。折り入って。なんで茜ちゃんさ、ガンと局長のことさ、知らないんだろう。あ、頭の尖ったもの彼。君はいいよ。出て行って。なるほどさ。なんで茜ちゃんガンとさんのことあれなんだろう。だから自分あれほど言ったっすのに、局長室はダメだと、やめておけと。それなのにあんたが無理やり首をカッコしてたんじゃないんで、なかったんですか。実際に首になるのがこんなにショックなもんならば、覚悟なんかしなきゃよかったっす。局長室に眠っていた証拠品、やっと見えてきた気がする。一体なぜ彼女が不自然な沈黙を守り通してきたのか。とにかく自分はもう一度局長と掛け合ってくるっす。じゃ、要はあの状況でもう一回局長に話しに行けんな。すげえメンタル強えじゃんお前。その後、あかねちゃんから連絡が入った。任意同行の上、調書を取るので今日は帰れないと。あの事件のことについて聞くのかな、ガントさんが。そうですか、局長があかねを任意同行。考えても仕方がありません。明日は最後の法廷です。僕は僕にできることをする、そう思ってここに来ました。でも私にはもうお話しできることは。この2日間あなたは何も話してくれませんでした。大事なことは何一つ。そうでしょうか、一つあるではありませんか。最初からはっきり言っています。正しき捜査官を指したのはこの私と、あなたのその言葉の裏に潜むある人物、僕にもやっと見えてきた気がするんですよ。千尋さんもいい弁護士を育てたものね。羨ましいわ。はっ、やはり三剣くんの言う通りでしたわね。三剣ですか。
あなたは信じ込んだら最後、決して諦めない。厄介な男。最後に友さんから全てを聞き出すんだ。可愛いな。最初から不思議でした。自分がやったと繰り返すのに決定的な証拠はどこにもない。そう、あなたは話そうとしないのではない、話すことができないのです、ある人物のために。面白いですね、ある人物ですか。私がその人物をかばっているとでも。どうでしょうか、むしろ恐れているのかもしれません。はっ。あなたはおそらくその人物から口止めされているのです。ガントさんか。なるほど、弁護士、はっきりお聞きしてよろしいでしょうか。私が恐れている人物、どなたのことなのかしら。ワンちゃんアカネちゃんかもしんないからな。いや、まあアカネちゃんの可能性もなくはないよな。あそこで急に手形出てきたら怪しくはないけど、まあガントさんでしょ、普通に考えたら。いかがですか、ともえさん。あなたが言葉を交わしているのは史跡検事です。その事実を忘れなきよう。簡単に喋る気はないということか。申し訳ありませんが、もう少し詳しく聞かせていただけるかしら。2年前まで一緒に仕事を、尊敬する捜査官でしたわね。もしガント局長が尊敬できる人物ならば、なぜ彼は自らの罪を隠そうとするのでしょうか。これからあなたと満は罪を問われることになります。証拠品の隠蔽、そして捏造、捜査官としてあってはならない重罪ですから。なぜそこにガント局長の名前がないのですか。局長が？ミツルギは捏造の事実を知りませんでした。その証拠を実際に捜査できたのは私ですわね。副首席捜査官であの事件を担当していましたから。そしてもう一人、首席捜査官のガント開示がいます。そこまで言うならば見せていただけますか。ガント局長があの事件の証拠に不正を行ったという証拠。まあ不正かどうかは分かりませんが、ガント局長が実際この証拠品をお持ちでした。これ見ろ。ついさっき局長室の金庫から発見しました。この壺のかけらと布切れ。何でもよかったんだな、じゃあ。何でもよかった可能性あんな。あなたならお分かりですね。 SL95 事件の証拠品です。 さあ私には証拠品を隠していたのはガント局長自身だったのです。なぜその罪をあなたがかばおうとしているんですか。お察しの通り、私はガントの言葉に逆らうことができないのです。たとえ何があっても。一体なぜですか。言えるわけがありません。だから3日前のあの日にも私は協力するしかなかった。正しき捜査官の殺害。協力というより命令、その方がより正確かしら。詳しい事情は話せません。あの日私はある命令を受けたのです。正しき道を、死体を片付けてもらいたい。死体は三菱レイジの車のトランクの中だよ。やっぱりそうだったんですね。正しき捜査官を殺害したのはあなたじゃなかった。そうです、私は光くんの車で死体を運び出そうとしました。トランクの蓋は壊されていました。死体を確認した時、胸に刺さったままのナイフ、あの凶器が目に入ったのです。凶器、この剣のナイフですか。そうではありません。私が見た時刺さっていたのはこのナイフだったのです。 SL95 事件、殺人犯青影城のナイフか。そのナイフをそのままにしておくことはできなかった。
それでそれを死体から抜いて別のナイフを刺したんです。なるほどね。だから、まあ、おそらくガントさんかなわかんないけど、正しきを殺してその死で死体を運ぶだけだったんだ、当初の予定は。それがこの三つ剣のナイフというわけですか。その通りです。死体とはいえナイフを刺すのは本当に恐ろしかった。だからその時手を切ってしまったんです。それがその右手の包帯ですか。ええ、被害者の靴も汚してしまったようですけど。そして見られちゃったんだよな。その瞬間を彼女に目撃されてしまったんです。お嬢さんか。なぜそこまでしてこのナイフを隠したんですか。2年前なんとかあの事件を終わらせることができました。もう二度と捜査をされたくなかったんです。たとえどんな手を使ってもそれを阻止するつもりでした。だからあのナイフを隠そうとしたんですか。あ、違う違う、だからあのナイフを隠そうとしたんですか。捜査官を刺した凶器が青影事件の証拠品だった。そうなれば間違いなくマスコミは飛びつくでしょう。そこでナイフにスカーフを巻いて隠したんですね。ミツルギの車の排気パイプに。そう、そして妹に赤に電話をかけたんです。事情を説明してマフラーの中の証拠品を隠してほしいと。あかねちゃんに。できれば警察関係者には知られたくなかったんです。だからあかねちゃんは最初から知っていたのか。ともえさんの無実を。電話といえば悪い予感はしていたのです。悪い予感。実はガントからあの指令を受けた時、私はすぐに電話をかけたんです。ザイモン巡査に。ザイモンさんに一体なぜ。SL95 事件の主任捜査官がガントによって殺害された。その事実を何としても隠し通さなければならない。頼れるのは彼しかいない。あの時私はそう思ったんです。しかし彼は予想外の行動に出ました。あ、まさか。彼は事件を死なせないため彼自身の計画を実行した。正しき捜査官に変装して証拠品を盗み出そうとした。彼はあの日正しき捜査官の ID を盗んでいたものの、証拠監視で侵入する決心がつかなかったようなのです。でも私の電話によってその迷いがなくなったとか。あなたの電話が証拠監視の事件を引き起こしてしまった。なるほど弁護士、お話しできることは以上です。ともえさん、あなたは尊敬に値します。捜査官としても弁護士としても。でもお願いです。明日の法廷ではこれ以上の追及はしないでほしいのです。明日の法廷、彼女の闇を払う方法は一つだ。全てにケリをつける。正しき捜査官を殺害した犯人、そして2年前のあの日、局長室で一体何が起こったのか。なるほどね。でもさ、今回の場合はさ、なんか今まではさ、なんかやっぱ法廷上でさ、なんかこう明らかにして、まあ事件はこうだったんだろお前っつってさ、ギクーっつってさ、なんていうの、まあ、じゃんじゃんで終わってたじゃん。でも今回はさ、もう事件の内容ほぼ分かってんじゃん。で、ガントさんが殺害したみたいな。で、ともえさんはナイフを抜いて刺しただけだったっていう。なんか、そこまで分かってたらさ、もう、なんていうの、なるほどのさ、弁解力次第じゃない?もはや。ちょっと怖いよな。どうなんだろうね。我々の知らないところで何か動きがあったようだな。お前だと思ったぜ。やっぱり。
語尾的にね。みつるぎ、君のことだ。すでに見当はついているのだろう。777777777の ID ナンバーについて。ああ、こいつも突き止めたみたいだ。あのナンバーの主よ。昨日の審理で判決が下されなかった理由はただ一つ。この ID 使用記録のリストに疑問の余地が残っていたからだ。このナンバーが彼のものであれば、その疑問は消える。警察局長には公式な容疑はかかっていないからな。今のところはだよ。とにかく全ての疑問が消える以上、開廷後5分、私は被告人に対する判決を求めることができる。でもそれは間違った判決だ。そう言うと思った。だから話を聞きに来た。こいつがそんなこと言うのを初めて聞いたな。彼女は何かを隠している。真実を知るためにはそれを引きずり出すしかない。真実だと？ SL95 事件だ。全てはそこに繋がっている。バカだ。大月どもえの審理は今日が最後なのだ。過去を振り返ってる暇などない。お前次第だよ、光剣。はあ。判決が下れば真実を知るチャンスは永久に失われる。考えておこう。それでは法廷で会おう。そうさ、もう検事と弁護士が手いくんじゃダメじゃない？そもそもだけどさ。まあ今回の事例はまあ権力と戦うためだからまだわかるけどさ、なんかその本来のさ、その裁判において検事とね、弁護士が手いくんじゃダメでしょ。被告人ぐちゃぐちゃじゃん。今こそ突き止めるんだ。なぜ彼女は局長の命令に逆らうことができないのか。弱み握られてんじゃない？それが茜ちゃんなのかな。絶対そうでしょ。ともえさんがこうさ、ともえさんが、なんていうの、ガンドに握られてる弱みって絶対茜ちゃんだよな。これより大月ともえの法廷を開廷します。弁護側は準備完了しております。警察側は準備完了している。いつもならばここで検事による冒頭弁論があるのですが、ん？その前に警察局長より緊急提案があるそうです。ガント局長、わざわざ来てくれたんですね、ガントさん。いやー、みんなおはよう。どうよ、チョウさん、泳いでる？いやいや、仕事に溺れてアップアップしとりますよ。あー、それうまいな、チョウさん。かなわないや。いや、まったく。それで局長、提案というのは？身を開くぞ、この無の時間。ともえちゃん、被告人がね、どうしても言っておきたいことがあるって言い出してさ。ともえさんが？いろいろ手っ取り早いと思ってちょっとさ、聞いてみてよ。損はないと思うんだよね。ともえを差し出したのか、お前まさか命令で。つくづくお前。一体どういうことだろうか、被告人。申し上げた内容は一言で済みます。と言いますと？即刻審理を終了していただきたいのです。どういうことですか？私は全面的に犯行を認めます。本年2月21日、中央検事局の地下駐車場において、捜査官正しき道を殺害いたしました。なんですね。なんか後ろ持ってない今ね、ともえさんのさ、後ろ姿なんか持ってたよな。待ってください。被告人の発言は弁護側の主張と反しています。それならば、なるほど弁護士、私はあなたを自分の弁護士とは認めません。ともえさん。裁判長、これより私は一切の弁護を受け入れません。効果不効果、直接的な証拠品はまだ足りないかもしれません。しかし、状況的な証拠ならば検察側の立証は十分です。判決をお願いいたします。ガントさんが危ないって思ったからあれなんだろうな。トモエさん、さっさと捕まえれってことなんだろうな、多分。まあ、金庫開けちゃったからね。ふむ。
確かに被告人には代理人である弁護士を拒否することができます。ただいまの被告人の主張は法の定めに反するものではない。前代未聞の事態ですが、どうやら審理の必要はないようです。弁護人にとっては不本意な結果となったようですが、そんなバカな。それでは被告人、ほおずきともえに判決を言い渡します。みつるぎ、頼むみつる。来た。お待ちいただこう、裁判長。みつるぎ検事？検察側の立証はまだ終了していない。今の時点での判決に我々は同意できない。あのさ、みつるぎちゃん。今君、難しい時期なわけ。わかるでしょ、大人なんだし。これ以上問題を起こさない方が身のためだと思わない？怖いなぁ。なんかガントさんがさ、権力振りかざしてるって分かって以降さ、とんでもねえよな。これ多分もうお前さっさとやめた方が身のためだぜってことでしょ。これ言葉の裏には、歯向かい三力頑張れ。ふ、見くびらないでもらいたいな、局長殿。どういうこと？過去の過ちを隠すために新しい偽りを繰り返す。残念ながら私はそれほど愚かではないのだ。言っちゃったな。被告人のいきなりの自供、裏で何か取引があったとしか考えられないが。取引ね、君の得意なゲームじゃないのそれ。どうやら私の心も決まったようだ。裁判長、最初の証人を変更したい。と言いますと？検察側の証人は宝月茜。彼女の入廷を要請する。あった。鶴井検事、私は自己弁護の権利を行使しているんです。これ以上の審理は。知ったことではない。はっ。真実を暴くことは時に悲劇を引き起こす。しかしそれ以上の悲劇が存在する。ミスリギかっこよ。それは真実から目をそらすことだ。絶対アカネちゃんが弱みだって。こんだけ必死になってんだよ。絶対ガントからの要求あれだって。アカネちゃんに対するなんかだって。検察側の要請を認めます。よろしいですな、ガント局長。ミスリギちゃん、後悔するよ必ず。後悔するのはお前の方だとか言ってほしかったな。スルーすんだな。みつるぎ、覚悟を決めたようだな。それでは証人、名前と職業。私、名前は宝月あかねです。職業はお姉ちゃんの妹で科学捜査官を目指しています。あなたは今から2年前。職業それでいいの？学生って言っとけよ一応。青影事件と呼ばれる事件で殺人者青影城に遭遇した。間違いないだろうか？はい。私一生懸命忘れようとしてるんですけど。誠に申し訳ないのだが、これからその記憶をもう一度辿っていただく。しかしこの場で審理すべきは正しき捜査官の殺害事件です。2年前に解決した事件がそれほど重要なのですかな。重要なのだ。バチバチ手組んでんじゃん。もうなるほどと、みつるぎ、バチバチ手組んでんだけど。絶対許されないよな、実際の弁護だ、法廷だったら。よえ。それでは2年前、あなたが体験したことを証言していただこう。ついに過去への旅が始まる。旅の終着点はきっと今回の事件の真相だ。かっこいいね。旅の終着点で使うのなかなかだよ。あの日、警察局のオフィスでお姉ちゃんを待っていました。犯人が逃げてきて人質にされたんです。サイモン直人検事さんが私を助けてくれたんですけど、その時一瞬見た光景は今も忘れません。犯人がナイフを振り上げて検事さんの胸に。これ赤塚、赤根ちゃんにさ、これ突きつけんじゃないの、これの裏側を。そしたらうわーってなるんじゃないの。それで確定すんじゃないの。ちょっと無事でよかったですな。私気絶しちゃって
よく覚えていないんです。当然でしょう。しかし、この証言が一体、正しき捜査官の殺人事件とどう関わってくるんですかな。あとは頼むぞ、なるほど、みたいな顔してんな。それはこれから明らかになるだろう。何の根拠もないのによくあんなこと言えるよな。それでは弁護人、尋問お願いします。とりあえずまったまった戦法でいこう。まったまった戦法で。2年前、被告人宝槻智恵さんは警察局の捜査官だったんですね。ええ、副首席捜査官でした。あの、かっこよかったです。よく覚えておりますぞ。当時の岩頭首席捜査官とコンビを組んでご活躍でしたな。確か岩頭海事とオフィスも共にしていた。はい、私いつもお姉ちゃんデスクに座ってあのオルガンを弾いてみたいなって思ってたんです。あの日もそうでした。あれは2年前、検事局と警察局の式典が行われた日だった。仕事が終わったらご飯を食べに行く約束でした。犯人というのは青影城っていう人でした。あの殺人犯だって。あの日、式典の傍ら青影の事情聴取が行われていた。我々は彼の容疑を固めるのに必死だったのだ。その隙をついて青影が逃走したんですね。取り調べ室から逃げた奴はエレベーターに乗り込んだ。慌てていたのだろう。そのエレベーターは上りだった。そしてガンと宝槻のオフィスに逃げ込んでしまったのだ。部屋の外がなんとなく騒がしくなって、私ドアを開けて覗いてみました。そこにあの人がいたんです。なぜ検事さんが。あの日、青影城の事情聴取には岩戸海事と左衛門直人検事の2人が当たった。岩戸もか。左衛門直人はその日検事局長を受けたばかりだった。若く情熱に燃えて式典の後を取り調べ室に直行したという。それで逃走した青影の後を真っ先に追いかけたわけですな。あの男に捕まれて私もうダメだって思ったんです。そこへ左衛門検事が駆けつけてきたわけだね。私もう何が何だかわからなくなっちゃって、でもどうしよっかな。これ時間がいい感じなんだよな。ちょっとここで一旦切るわ。ごめん、すげえ切り悪いけど、ごめん、ちょっといい感じだから。いい感じじゃないか、切り悪いけど、ちょっと多分長くなっちゃうから、これじゃやると。ごめん、一旦切るわ。じゃあ朝した。